皆さんどうもピーマンです。今回夏色ハイスクール青春白書実況3回目になります。今回の実況では7月の9日水曜日をプレイしていきますよ。じゃあ学校から開始していきましょう。いや今回もね変態チックなプレイしていくからね、いろいろとエロい写真撮っていくので、男性の方は抜いてもらっても構いませんよ。おいえ失礼しまーす。変態が入ってきました。どうしようかな。メグちゃんどうしたの？何を迷っている？どうしたの三日月、一人でうなり声なんてあげちゃって。あなっちいいところに。実は今取材記事の方向性について考えてたんだ。ほう、取材って例の生徒会からの依頼の話？うん、でも私一人じゃなかなか取材先を決められなくてね。えあなっちも相談に乗ってくれない？いやぜひぜひ乗りますよ。メグが言うんだからね、全然構わない。でも三日月のことだから取材先の候補くらいはそれなりに白黒つけてるんじゃないか？もちろん。まずは部活動の紹介をしたいんだけど、うちって学校公認の部だけじゃなくて人数の足りない非公認の同好会なんかも結構あるからなかなか候補が絞れなくて。かわいい。本当なら全部紹介してあげたいんだけどそういうわけにもいかないし。いかないよね。ああドーンと分厚い。だから300ページの豪華想定付きにして夢校の魅力を伝えたいな。それもうパンフレットじゃないけどね。パンフレットがそんなのとか誰も取らないでしょ。分かってるってば。つまり私の情熱は薄いパンフレットの紙面じゃ収まりきらないくらいに溢れているってこと。溢れている意味深だね。でも限られた制限の中でしっかりとした内容の記事を書くのも記者の仕事じゃないかな。あなっちも意外にまともなこと言うじゃない。意外。まるでベテラン記者みたい。意外とは失礼な。相談乗らなくてもいいな。俺はもう帰るよ。ああ、嘘だってば。私を見捨てないでよ、あなっち様。見捨てるわけないでしょ。ふざけるな。そんなわけないでげす。やれやれ。でも俺だってそんな大したアドバイスはできないよ。報道部員として経験は三日月の方が長いんだし。そんなに難しく考えないで。何でもいいからアナッチの意見を聞かせてよ。かわいい。転校してきたばかりのアナッチなら私たちとはまた違った視点でこの学校を見てるかもしれないでしょ。私が聞きたいのはそういう意見なの。そういう意見。ほうほう。そう言われてもじゃあ何から話せばいいかな。あなっちは夢校のどこに魅力を感じる？どこに魅力？やはり可愛い女の子が多いというところでしょうね。ええ、間違いない。それ以外ない。うん。ほわ選択肢の中に俺が言ったこと入ってたね。女の子が可愛い。立地条件。よくわからない。いやもうここは素直に女の子が可愛いですよ。可愛い女の子が多いところかな。例えば三日月みたいな。おい、くどいてるやないか。さて、メグちゃんの反応は？え？そんなナンパ男になっちゃったの？いやなっちゃうちゃう、そういうのじゃない。ナンパひどいな。三日月、せめて社交的と言ってほしいよ。そんな社交性はいりません。怒られたああ好感度が3。三日月なぜメグちゃん本音を言っただけなのに。別に怒ってないけど。いやいやすごく怒ってたよ。誰がどう見ても怒ってた気のせいじゃない？気のせいではないでしょう。女の子に向かって可愛いとか気安く言うのってどうかと思う。なんだって聞こえねえなんでって聞こえないんですよ。え、何聞こえないよこれまるでもうこのままラノベに乗ってるよねありません。そうですか。何の話だったっけ？女の子が川じゃなくて、つまり俺が言いたかったのは夢子の魅力は生徒たちの個性にあるってことだよ。生徒たちの個性か。あなっちそれ結構いいとこついてると思う。そらよかった。特に注目される生徒のインタビューなんかいいかも。大会で活躍が期待されている選手とか新しい部の部長とか生徒会長とか。ヒントがつかめたみたいだね。後のことは任せるけど三日月って本当に部活が好きなんだな。もちろんだよ。いつか本当の記者になるのが私の夢だもん。かわいい。それにね今回のパンフレット制作にはもう一つの狙いがあるの。狙いとは何でしょうか？狙い？うん、私ね夢校の魅力がたっぷり詰まった素敵な記事を書いて、来年の入学希望者をドーンと増やしたいな。ああ、そういうことか。入学希望者を増やす、そんなことして何か三日月に得でもあるの？だって新入生がたくさんやってくれば、報道部への入部希望者も増えるかもしれないでしょ。そういうこと。まあそれはそうかもしれないけど、今までだって部員不足だったのを、そう簡単に入部希望者が増えるかな。その点も抜かりはないよ。抜かりはない。かっこいい。キリってしたね。パンフが完成したら生徒会に掛け合って。制作協力報道部ってちゃんと名前出してもらおうと思ってるんだ。そうすれば新入生たちが入学する前から報道部の存在をアピールできるでしょ。賢いメグちゃん、賢い。最高だね。なるほど、報道部の宣伝を兼ねた制作活動というわけか。三日月が張り切っていたのにはそういう理由があったんだな。そういうこと。つまりこのパンフレットが完成すれば、もう部員不足に悩まされる心配もなくなるってわけ。というわけで、来年の入部希望者を増やすためにも、夢校と報道部の魅力をしっかりと PR しないとね。あういえ。順調そうね、メグ。お、カオルコ先輩。わ、部長、いつからそこにびっくりしすぎ。カオルコ先輩、ちょうどよかった。先輩からも私の取材方針についてアドバイスをもらえませんか？さっきの話を聞く限りではその必要はないようだけど。それより手は足りてるの？そうですね。取材対象へのアポ取りや資料集めとか文字起こしとか考えると結構厳しいスケジュールになりそうだな。そうなら専属の助手を一人つけてあげる。助手を一人？え、本当ですか？ありがとうございます、カオルコ先輩。よかったな、三日月。専属の助手を持てるなんて、三日月の方こそベテラン記者みたいじゃないか。かわいい。それでカオルコ先輩、私のお手伝いをしてくれるっていう人はどこにいるんですか？どこにいるんだろうね。誰だ？私を見ている。なぜこれはもしや？G、みんな見ている。かわいい。なんだ、どうした？二人とも俺を、どうして二人とも俺を見る？この展開はまさか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 そのまさかだ。オーマイガー。そういうことですか。わかりました、カオルコ先輩。三日月の女子と俺のことですか？はい。おお、メグと協力して。おお。母、お手柔らかに頼むよ。なんかやけに燃えてるけど大丈夫かな？燃えまくってるね。いつまで経っても一人前の報道部員にはなれないよ。ビシビシこき使うから覚悟してね。こき使う。いいミシンだ。オッケー。ちょっと、俺は別に一枚の報道部員なんて目指してないんだけど。それに、記事作りの楽しさは一度知ったらやめられないよ。そうなんだ。なんか俺には全然実感が湧かないけど。私が取材計画を立てるから、アナッチは取材のところから文字起こしまでを手伝って。おいえ。それと写真もお願い。写真ですか。パンチラしかないけどいいかな。パンチラ写真しかないけどいいかな。そんなん載せたらもう減るね。来るどころか減るね。よかった。じゃあ急いで取材計画立てちゃうから、早く一緒に取材に行こうね。行こうよ。取材という名のデートですよ。デートかっこ取材だね。逆ですよ。まあ、部長命令でもあることだし、三日月の役に立てるっていうんなら、できるだけのことはさせてもらうよ。かわいい。なにこれ、天使じゃ。ここに天使がおる。わお。さて来たね。これ三日月と共に行動するんだよね。みんな集合してるね。おう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 。ちょっと角度的に見えないかな。近づいてね、こうしゃがんだりしたら、バレて好感度が下がるんだよ。要するにバレなきゃいいんだよ。だからこの、あ、ちょっとダメだ。距離離れようか。これくらいならいいでしょ。いや、バレてないでしょ。あ、みんなバレてる。みんな文句言われてる。待て。いや、距離が離れてたらね、おそらくバレないと俺は思うんだけど。ちょっと、ここ。これいけるでしょ。この角度。で、ズーム機能もありますからね。よし。いける。ゴー。何も取ってないよ。あ、カオルコ先輩のちょうど見える。俺は別に怪しい行動なんてしていない。お見えない、ちょうど見えない。なんだあれは、オレンジヒョウ柄のパンツ履いてない大阪のおばちゃんかよ。やめろカオルコ先輩、そんなビッチみたいなパンツ履くわけないよ。なんだ一応取っとこう。カシャリンコ。あらららら、何も取ってませんカオルコ先輩。ズームイン。トゥルトゥルートゥルルー。さてメグちゃん、パンツをお見せなさい。弥生先輩のも見てみたいけどね。ノー何もしてない。俺は何もしてない。チラッとノー何も取ってない。俺はもうやめとこうか。これ以上やっても損しかないね。後ろからだとバレないんじゃないね。正面からだとバレるけどね。狙いまーす。あノーなんでもない。俺はなんでもないぞ。俺はなんでもないから気にするなよ。気にするんじゃない。やめとこうか。もうやめときましょう。ダメだ、見えない。チラッとも見えない。ギリパンツが見えないよ。やめてくれ。取りたい。うわ、この子エロいな。ゆっくり。バレないように。バレてない。まだいける。どこまでいける。ちょっと見え出してきたよ。ちょっといける。もっといける。ゴー。ゲッチ。見えてる。お。そしてズーム。イエース、みんな見て。お。はい、カシャ。取っとこう。カシャ。こっちは見えない。いや、この角度からの横乳もね、取っとこう。はい、カシャ。いいね。よし。バレずに取ったよ。取るべきものを取っただけだ、俺は。別にやましいことは何もしていない。取るんですよ。男ならばみんな取る。あ、なんかクエストあったね。見ていこう。こいつか。どうした？おかしいな。どこで落としたんだろう。困ったな。探し物をしているらしい。どうかしたの？実はちょっと探し物をしているんだ。よかったら探すの手伝おうか？本当に助かるよ。実は探し物っていうのは財布なんだ。おお、そら大変だ。二つ折りの黒い財布だね。わかった。悪いけどよろしく頼むよ。じゃあ僕はもう少しこの辺を探してみるから。クエストが開始しましたね。おう、イエス。行きましょう。この辺に落ちてるんだね。バリバリの財布じゃないの？マジックテープのね。二つ折りの財布だね。バリバリだったら面白いのんで。じゃあクエストリストから見ていこうか。まず財布を見つけよう。財布を届けよう。これクエスト、どこにあるんだ財布って。これは当日だね。期限は当日ですから、この7月9日の水曜日に達成しないとダメなクエストになるね。さて、ちょっと聞いていこうか。黒い財布。情報を教えて。なんだろう。いや、財布について。一緒に探してもらっては、どこかに落としたかとかそういうヒントないの？なあ、役に立たねえな。じゃあ他の生徒に聞いて回るのがいいかもしれないね。あった。これじゃない？イエース、ありましたね。この屋根の部分にあったんだ。そんな気がつかねえよ。もっと情報くれないとね。ずっと探し回ってたわ。はい。財布はね、この黒い、じゃない、緑の屋根のとこにあるんでね。皆さんも探してみて。オッケー。はい、見つけてきたぞ、黒い財布。おい、これだろ。どこに落としたかとか、もっとヒントくれっちゅう話だけどね。そこの通路の屋根裏あったよ。そっか、やっぱりプロレスしてた時に落としちゃったのか。何してんだこいつ。こんなとこで何してんだ。いや、ありがとうございます。本当に助かったよ。当たり前ですよ。礼を言え。そういえば自己紹介まだだったよね。僕は 2C の、高宮光一。君は？俺は 2B の青春夏男。2B の転校生って君のことがよろしくね、青春くん。こちらこそよろしく。もう塾に行く時間だ。ごめんね、青春くん。また今度ゆっくりね。さよなら。いや、会うことはないだろう。イエース！クエスト達成ですね。財布落としちゃった。全校生徒にね、聞き回ってたのがバカらしくなりましたね。でもね、いいんですよ。パンチラ写真たくさん撮れましたしね。よし。さて、クエストも無事クリアすることができた。今日はメグと報道部の取材に出かけないとね。もう時間が経っちゃったよ。ずっと男子高生の財布探してたからさ。あ、来た。誰かいるみたいだな。誰がいるんだ？あいつ一体何なの？玉木がなんか言っている。あいつって？あいつよ、あいつ。メグ姉が連れてきたあの男、あなちのこと？え、俺？何を言ってるんだ、二人で。なんでメグ姉、あいつだけそんな呼び方なの？昔からそう呼んでたから。言わなかったっけ？あなっちは幼なじみなの。それは聞いたけど、でもそんなの子供の頃の話でしょ。そんな呼び方してたらあいつ絶対勘違いするよ。勘違いしちゃってますけど、もうしてるんですよ。大丈夫よ、タマちゃん心配しすぎ。それに別に私はナッチがそういう風に思う。なーに？なんだって聞こえないな。ああもう、メグ姉は危機感なさすぎなの。おいおいおい、それはひどくないかい。俺を化け物だと思ってんのか。いいメグ姉、男はみんな狼なの。そんな風に気を許してるとペロって食べられちゃうよ。ペロペロっと食べちゃうよ。アナッチはそんなことしないって。アナッチ結構優しいしいい人だよ。タマちゃんもちゃんと話してみればわかるから。そうだよタマちゃん、タマちゃんツンツンすぎ。それがあいつの手なんだって。そうやって優しいふりして油断したところをパクってやるのが男どもの常套手段なんだから。なんかトラウマでもあんのか。なんかすごい偏見だな。というか、うすうす思ってたけど、もしかして俺、たまきちゃんに嫌われてる？え、今？もうわかるでしょ、大体嫌われてたっていうのはね。大体、あいつ最初から慣れ慣れしすぎるのよ。なんか当たり前の顔してメグ姉の隣にいるし、そこはたまきの場所だっつうの。ゆりゆりすんじゃないよ、ゆりゆりするな。メグ姉も注意しなきゃダメだよ。あいつそのうち、あ、ごめん、胸かと思ったとか言って、お尻触ってくるよ。しねえよ、セクハラじゃねえか。え、そんな言い訳するわけないだろって、どっちしろダメじゃん。本当だよね、どっちにしろダメだよ。そんなことありえないってば。人の嫌がるようなことする人じゃないよ。三日月、ありがとう。お前だけは俺の味方をしてくれるんだな。そんなのメグ姉の思い込みだよ。引かないね、たまちゃん。外面はおとなしそうなふりして、心の中は欲望でトロットロなんだから。何なのこの子、どうしたの？男どもはみんな一緒。あいつも例外なんかじゃないんだから。むしろ普通の男よりたち悪いに決まってるし。バレてる、本質が見抜かれている。それに引き換え、たまきちゃんの大バッシング。たまきちゃんの中で俺ってそんなイメージなんだろうね。ここまでなぜ言われないとダメなんだ。心配してくれるのは嬉しいけど、あんまりひどいこと言わないでよ。お？私の大事な幼馴染なんだから。メグちゃんも天使だ。天使がここにいる。ありがとう。メグ姉のその根拠のない信頼が一番不安だよ。根拠がないわけじゃないよ。小さい頃はよくいじめっ子からかばってくれたりしたし、喧嘩弱いくせに上級生相手に一歩も引かなかったんだよ。あったな、そんなこと。あの後ひどい目にあったけど。そんなのやらせに決まってるよ。やらせ。みんなグルだったんだって。そうやってまんまとメグ姉を騙したんだよ。ひどい言われようだね、私の思い出。あ、ごめんなさい、そんなつもりじゃ。そうだ、タマちゃんもアナッチと仲良くなればいいんだ。そうすればアナッチのこと分かってくれるはずだよ。そんなのやだ。絶対やだ。アナッチなら泣いていいですか？何この扱い。そうしよう。無理。あんなのと仲良くするなんて絶対無理。それはたまちゃんがしてるだけだって。ね、お願いたまちゃん。たまちゃん？アナッチと仲良くしてあげて。仲良くしてください、お願いします。それは可愛い。キュート。やっぱ無理。ああ、たまちゃんの好感度が下がった。なぜ？俺何もしてない。メグちゃんのせいだ。3下がったよ、好感度が。やば、とりあえず扉の後ろに隠れろーい。間に合いませんでした。バレている。え、バレてないの？今完全にバレたでしょ。出ていたのはたまきちゃんか。それにしても、また随分嫌われてたな。俺何かしたっけ？原因不明だな。ここまで嫌われているっていうのはちょっとおかしいよね。過去に何かあったのかもしれないね。よ、一人なのか？もしかして今の話聞いてた？聞いてた？いや、聞いてないですよ。話して誰かいたの？うん、なんでもない。なんでもない。胸が揺れている。Oh my god。そんな落ち込んでいる様子でもなさそうだし、これなら平気かな。よし、じゃあメグちゃんのクエストをやっていきましょうか。ありますね。これから取材なんだけど、一緒に行く？行きましょう、メグちゃん。取材という名のデート。デートという名の取材ですよ。どちら？行こう。よろしくね。よろしく。デートですからね。お、何この距離。程よい距離感。手繋ぐの？クエストが開始されましたね。さて、こちらのクエストですね。何？はい。報道部取材。チアリーディング部ですね。メグとチアリーディング部の取材に出かけよう。取材の相手は、ナオミ・サンダースという子らしい。チア部のメンバーはいつも体育館で練習してるらしい。とのことだね。体育館に向かえばいいんだ。じゃあメグ、共に行こうか。メグちゃん？メグちゃん、後ろ来てるね。メグちゃん？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 見せて。大丈夫みんな。確かにこの角度では見えない。だから諦めようなんて俺は思ってないからね。大丈夫ですから。階段があるんですよ。そう、階段です、皆さん。見えますよ。見ちゃいますよ。ドゥルトゥルー、ドゥルル、おん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 、なんでこれ、なんで、ちょっと待って。何見間違い？なんでこれ、バーコード貼ってんの？バーコードじゃない、これなんて言うんだっけ？カット板か。なんでここカット板貼ってんの？は？ちょっと待って。みんなこれなんで？この子なんでパンツにカット板貼ってんの？なんかこれ、何？女の子の愛じゃあこれは、なんか貼るのルールでもあんの？いや、この子どうしたの？メグちゃん、メグちゃん、ねえ、なんで何これ、俺がわからないだけなの？これ当たり前なの？よくわか、はい、でもこれメグちゃんのパンツですよ。見て。これちょうどいい部分が隠されてるね。カット版で。いや、びっくりしたわ。何事ですか、これ。初めて未知の世界ですよ。まあよくわからないからいいや。さて、ナオミ・サンダース。あ、これかな？ああ、合ってる。行きましょう。来ましたよ。こんにちは。失礼します。報道部の三日月めぐです。ナオミ・サンダースさん、いらっしゃいますか？あ、メグ。お、これがナオミ。かわいいじゃないか。取材へのご協力感謝します。今日はよろしくお願いします。外国人のあれなんだね。キャラクターなんだ。おう、若干発音がいい。サンダースってナオミさんの名前？すみません、どういう意味ですか？ソーリー、ミーの日本語ちょっとおかしかったか？サンダースはミーの名前だけど、チームの名前。ああ、そういうことか。チームの名前なんだね、サンダースっていうのは。サンダースはチアリーディング部のチーム名ね。メグはこのチーム名のことどう思うか？とっても素敵な名前ですね。ナオミさんのチームでもあるって感じがして、一つのファミリーみたいです。ファミリー。俺はメグちゃんとファミリーになりたい。おっと、本音が出ちゃった。ファミリー、そのとファミリー。メグ、今日は今とてもいいことを言った。褒められた。アメリカにいるファミリーと日本のここフメコのファミリー、ミーには2つのファミリーがあるね。若干中国人要素も入ってない？あるね、言うとるね。このサンダースファミリーはチアリーディングで日本を元気にするよ。割り込む割り込まないどうしようか。割り込まないで OK かな。スケールの大きな目標ですね。あ、ところでナオミさん、もう一人同行している部員をご紹介します。忘れられてるのかと思った。報道部の青春夏男です。よろしくお願いします。彼はカメラマンとして同行していますので、写真とか撮らせていただきますがよろしいですか？写真撮らせてください。イエーイ、ノープログラム、問題はない。ありがとうございます。では取材を続けさせていただきます。 OK。 昨年同好会として発足し、今年になって部として認可されたチアリーディング部ですが、率直に今のお気持ちを聞かせてください。去年はミーとミサの2人しかいなかった。でも今年は1年生が3人も入部してくれたね。超ハッピー、エキサイティング、かわいい。3人には感謝する。だけどここからがスタート。おパリパリ練習してプイプイ言わせるね。イエーイエーイ、いいね。Go Sanders。 胸が揺れている。Oh my god、 胸がサンダース。それは頼もしいですね。割り込んじゃいましょうか。割り込みましょう。すいません、今のポーズもう一度お願いします。ああ、そういうこと。写真を撮るのかな。写真か。おう、あおや。かわいいね。胸が揺れている。Go Sanders。 俺もね。イエス、決まってるな。かっこいい。ありがとうございます。三日月、ごめん、続けて。日本を元気にするとおっしゃっていましたが、チアリーディング部の当面の目標をお聞かせください。Sandersはまだ部員が5人だけ。ビギナーも多いから大会に出るのはまだ無理。来年の大会までたくさん練習してスキルアップする。部員ももっとたくさんに増やす。そして大会に出場して優勝するね。Oh yeah。目標はあくまでも来年の大会出場とそこでの優勝ということですね。そうです。そうです。お胸が揺れている。その目標が達成されるよう、私たち報道部も応援しています。ありがとうございます。メグはとっても親切。こちらこそありがとうございます。では次の質問はナオミさん自身のことについてお聞かせください。ほう。ナオミさんはいつぐらいからチアリーディングを始められたんですか。そのミーはあ、ちょっと飛ばしちゃったね。体が弱かった。だから友達と外で遊べなかった。ほとんど毎日家の中。ちょっと悲しい感じ。ダディやマミーに一生懸命お願いして、時々は外で遊ぶ。でも夜に熱を出した。ミーの家族たくさん心配する。ミーもつらい。だからミーは我慢した。そんなに体が弱かったなんて今からは全然想像できないです。大変だったんですね。おかげさまで今のミーがあるのです。ノープロブレム。問題はない。はい、すみません。続きを聞かせてください。ミーの家の近くにハイスクールがあった。そこにチアリーダーがやってきたのです。いつもみんな TV のフットボールを見ていた。フロリダには NFL のチームもあります。ミーのファミリーも熱狂的なファンです。その TV でいつも見るチアリーダーをライブで見るラッキーなチャンス。ミーはダディとマミーにお願いしたね。そこで見たパフォーマンスは本当に最高。 Very happy! Unbelievable! ミーはあの時のこと一生忘れません。テンション高え。ミーはたくさん元気をもらった。チアリーディングのパワーに感激した。なるほど、その体験がきっかけになってナオミさんもチアリーディングを始めたんですね。イエス。最初は TV の前で一緒に踊った。みんな褒めてくれた。それから家の外でも踊った。少しすると全然熱が出なくなった。体も丈夫になった。ダディにお願いしてチアリーディングのスクールに通った。初めてチアのフレンドができた。みんな仲良し。チアリーディングにどんどん魅了されていったんですね。魅了わからない言葉がね。大好きになっていったという意味です。アイシー、そうです。チアリーディング大好きになったね。フレンドも大好き。俺も大好き。ミーはそのままフロリダでチアリーディング続けるつもりだったね。でも日本にホームステイして考えが変わった。チアリーディングはどこでもできる。ミーは日本が大好き。それなら日本でチアリーディングやる。見事な三段論法ですね。三段論法、それは何かわからない言葉を使うんじゃねえよ。あ、ここも割り込もうか。そうだよ、ディスカッションの必殺技なんだ。それはどんな技か。泣く子も黙る超必殺技だよ。無条件で相手を黙らせる殿下の宝刀、あるいは問答無用で解釈を飛躍させる、ヘリクツ製造機。ダメだ。これ好感度下がったんじゃないか。三段論法は必殺技じゃありません。話すと長くなるのでこれについてはまた今度でもいいですか。メグがそう言うならミーはオッケー。でも後で必ず教えてほしい。割り込まない方が良かったなこれ。余計なちょっかい出さないで。取材のああこれダメだ、怒られた。ああ、メグの好感度が2下がった。どうもすいません。別に割り込むってそういう割り込み方じゃないのに。ちゃんと教えてあげたかったのね。先ほどの話にもありましたが、ナオミさんはどうしてそんなに日本が好きなんですか？日本大好きだよね。おう、よくぞ聞いてくれたね。日本とても素晴らしい国です。小学生並みの感想だな。リーのおじさんが日本に何度も行くことがあった。日本のお土産いつも買ってきてくれた。日本の話たくさんしてくれた。富士山、桜、スカイツリー、お寺、大仏、鎌倉、タリクナ、傾斜、忍者、寿司、ラーメン、アニメ、秋葉原。ははなんか今変な混じってなかったかな。ドリクラってなんか、なんかゲームであったよね。それじゃない、ドリームクラブか。その略なのかな、合ってんのか知らんけど。どれも全部夢のようだった。写真もたくさん見せてくれた。ミーも自分の目で見たいと思った。そして、おじさんがいつも一番最後に言うこと。日本で一番素晴らしいのは日本人。礼儀正しい、親切、よく働く。我慢する、時間守る。世界のどこにもこんな民族はいないとおじさんは言ったね。だからミーは日本にホームステイ決めた。褒めすぎじゃない？おじさんが言ったこと嘘じゃなかった。全部本当だった。だからミーは日本の高校に通うことを決めた。そして今があるんですね。その通りです。とてもよくわかりました。でも日本に来て残念に思ったこと。残念、あ、気になるね。めちゃくちゃ褒めまくってますけど。ああ、そういうことね。日本人はみんな一緒がいいか？ミニはちょっとわかりません。ああ、どうしようか。じゃあこれ割り込んでみようか。いやいや、何でもかんでも自己主張すればいいってもんじゃないんだよ。日本人のそういう奥ゆかしさこそが宝なんだって。あ、ダメだ、これ入ったら失敗したな。また怒られるわ。一理ある。お、一理あるとか難しい言葉知ってるね。でも日本人を理解したいなら日本人のいいところもそうじゃないところも全部合わせて理解してほしいね。自分の気に入ったところだけつまみ食いするように、あれは好き、これを嫌いとかやられちゃたまらないよ。全部合わせて日本人、どれが欠けても成立しないんだよ、きっと。それだけは分かってほしいな。そうだね。めっちゃムキになるねこの子。これはいい方向に転がったのかな。イエー。おー、ナオミの好感度が上がったね。よかったよかった、いい方向に転んでくれたね。アメリカにもシャイな人はいる。一緒がいい人もいる。でもそういう人はとても少ない。マイノリティ。そうなんですね。でも外国にもそういう人がいると聞いてなんだかほっとしました。ああ、これもみんな一緒になりますね。すみません。は、本当だな。私も日本人なんです。大丈夫。メグはみんな一緒と違う。ありがとうございます。それでは。次の質問に移らせていただきます。お、まだ続くのか。ナオミさんは随分日本語がお上手ですが、言葉やコミュニケーションの問題で困ったことなどありませんでしたか？ミーはノリダにいた頃から日本語の勉強してた。だから日本に来た時ほとんど日本語問題なかった。でも字は苦手。漢字、ひらがな、カタカナ覚えるもの多すぎる。Why Japanese people だねこれ。どうしようか。ここは割り込まないでおこうかな。そうしようそうしよう。ちょっとここまで割り込みすぎてますから、ここはもう割り込まないで OK でしょう。質問は以上となります。あ、終わったね。ありがとうございました。最後にスナップを取らせてもらっていいですか？ OK。1枚ガードルです。嘘ドルですか？あ、マチドル持ってる？持ってるわけないよ。マジにしちゃったよ。アメリカンジョークつまんねえ。いやいやいや、そんな心の声いらねえよ。そうですよね。助かります。メグちゃん若干引いとんね。それじゃあナオミさん、こっち目線をください。お、写真を撮るのか。あ、オッケー、ナオミ。そう、じゃあナオミ目線プリーズ。撮ったね、カシャリンコと。オッケー、いい写真が撮れたと思うよ。お、アドレス。マジっすか？ナオミのアドレスゲットです。イエーイス。お、どうした？いいですよ、どうぞ。はい、ユメコンの皆さん、みんなチアリーディング部へカモン。サンダースはみんなを待ってます。ゴーサンダース。ゴーサンダース。イエーイ、みんなやってる。二人ともノリノリだな。それじゃあお疲れ様でした。ありがとうナオミ。バイ。メールアドレスもゲットいたしましたしね。お、クエスト成功ですね。はいはいはい、いただきましたよ。ナオミという新キャラクターが出てきましたよね。オッケーオッケー。でも、これで同伴も終了しましたね。あ、またこのデブいるな。これ前回の実況でもいたんだけどね、もう一回話しかけに行こうか。何してんだこのデブ。もう一回行こう。ない。どこに行った？もしかしてなんか探し物？俺のアイリタンが。これ前回と同じ会話だね。アイリタンって何？気持ち悪いこいつ。なんでもない。あっち行け。なんだこのクソデブ、ふざけんな。で、俺はね、前回ね、教えてよを選んだんだよね。じゃあ、力になるよを選びましょうか。はい、力になるよ。俺で言う方は力になるよ。君は確か同じクラスの誰だよお前。うん、そっか、同じクラスか。なんで若干テンション下がってんの？困ってるなら手を貸すから遠慮なく言ってよ。そう、悪いね。実は俺の大事なアイリタンのキラカードをなくしちゃったみたいな。アイリタンのキラカード？今朝学校に来る前は確かにあったから、誰かが持っていかない限りはまだこの島のどこかにあるはず。この島のどこか、範囲広すぎないか？この島って結構広いな。俺が移動した場所は限られてるし、とりあえずそこを中心に探してるんだけど。まだ見つからないんだね。わかった、じゃあ手分けして探そうよ。いいのかい？しゃあないだろクソデブが、ふざけんな。本当はやりたかねえよ。それじゃあ君は駅までの道を頼むよ。俺は学校の方を探す。お前が楽な方探すんだよ。普通逆だろ。お前が学校の方を、俺が学校の方を探して、お前が駅の方を探すんだよ。さて、クエストが発行されましたね。開始です。さて、どこにあるんだ？じゃあ、クエストやっていこうか。どれのクエストだ？このクエストだよね。はい、アイリカムバック。気持ち悪い。なんだこのクエストね。何？クリア条件はアイリのキラカードを探して届けるだね。期限は30分しかないのか。進行状況は保育園に向かう。保育園に落ちてんの？保育園はどこあんのよ。ちょっと調べていこう。保育園。あった。あそこか。よしよし。保育園に向かおうとのことなんでね。そこにアイリターンのカードが落ちてる。じゃないの？そういうことだよね。これ、中入ることはできないのか。あらららら、ここ保育園だよな。違うの？合ってるよね。保育園に向かったが、あった。落ちてた。これか。はい。キャラクターのことは知らないけど、キラキラ光ってるから、これじゃないかな。はい、来ました。おそらくそのアイリタンのカード。まだわかりませんけどね。キャラクターのあれがどうかわからないんですが、手に入れましたよ。おい、ファックデブ、取ってきたぞ、おい。持ってきたぞ、アイリタンのカード。君が探していたカードってもしかしてこれの？最後まで言わせろ、アイリタンとか言っとる。うわ、ハート出てる、気持ち悪い。ハートはお前のために作られたんじゃねえよ。何、もう帰ったの？行っちゃったよ。嬉しすぎて舞い上がっちゃったのかな。何あいつ、病気じゃねえの？クエスト成功。何この悲しい終わり方。アイリカムバック。はい、無事クリアですね。何この悲しい終わり方。あのデブ一瞬で消えやがった。礼くらい言っていけや。とことん礼のないクソデブだな。あいつこの先もまた出てくるのかな。出てこなくていいね。俺、ああいうね、無礼なキャラクターは好きじゃないんですよ。ああいう豚は出てこなくていい。醜くてひどい豚だ。アイリタンが泣いとるよ。アイリタンはね、お前のような豚に好かれるためにね、作られたんじゃないんですよ。謝れ。アイリタンファンに謝れ。俺に謝れ。よし。じゃあもう今日一日は終えましょうか。2つのクエストをプレイしましたね。パンチラ写真も、撮れたのでね、僕的には非常に満足ですよ。あら、報道部はどこだっけ？報道部。あ、あった。これか。閉まってたからわからなかったよ。さて、やってきた。玉木がいないね。玉木はどこ行ったんだ？まあ、わかりませんが。じゃあ最後ちょっとだけ写真を撮らせていただいても。あ、ノー。大丈夫。気にすんな。大丈夫。不審者発見。違う。俺そういうのじゃないから。大丈夫。慌てないで。不審者ゲージが溜まっていってるで。そういうのじゃないからね。心配しないで。違う。そういうのじゃないから。お、先取っとこ。取れるだけ取っとこ。やめとこう。もうダメだ。あ、いく。不審者ゲージがマックス溜まる。危ない。危なかったね。うわぁ、ちょっと欲しかったんだけどな。正面からの写真。あー、もういいでしょ。今日はもうやめましょう。はい。最後危なかった。不審者ゲージがマックスになるとこだったね。はい、行動終了です。7月9日火曜日、水曜日ですか。本日これにて終わりにしましょう。OK! じゃあ今回はこれにて終わりにしたいと思います。次回は7月の10日木曜日をプレイしていきます。今回も、変態チックなプレイ多々ありました。しかしまだね、不審者ゲージがマックスになっていない。ちょっと次回の実況は一旦マックスにしてみるというのもありかもしれませんね。次回の実況またお楽しみに。じゃあグッバイ、また会おう。